クリスティアン・トレイシュは、西ドイツ・インゴルシュタット出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF もしくは DF。2006年に1860ミューンヘンのリザーブチームでキャリアをスタート。2007年に VFB ・シュトゥットガルトへ移籍。リザーブチームの試合で経験を積んだ後に、2008年2月3日のシャルケレイオン戦でトップチームデビューを果たす。 10月5日のブレーメン戦で初ゴールを決めた。2009年1月に2012年6月までのプロ契約を結んだ。2011年7月25日に VFL ボルフスブルクへ2015年6月までの4年契約で移籍した。移籍金は1000万ユーロと報じられている。2017年8月30日、出身地インゴルシュタットを 本拠地とする FC インゴルスタット04へ2021年6月までの4年契約で完全移籍した。2020年10月に現役を引退した。2009年5月19日、UAE 代表との親善試合でドイツ代表デビューを果たした。2010FIFA ワールドカップでは代表に選出されたが5月24日の練習試合中に 右足首を負傷し、代表を辞退した。スリーニューディールズ、VFB で2009年1月21日閲覧。TRSCH、リーストダイペスペクティーバ、ウントダズトセントラム。 キッカー、http w www. キッカー .de スラッシュニューススラッシュフースバルスラッシュ bundesliga ラッシュ star tseite スラッシュ555621スラッシュ krtikel スラッシュリーストダイペスピクティバウントダストセントラム html2015 年3月19日閲覧 関根のインゴルシュタットがトレーシュを獲得分でスリーが、日本語公式 HP2017 年8月30日、TRSCHHRT アウフ、ダイコリラウォーショー,ーン、エイバーエスライクトキッカー2020年10月6日、ゴメスイストウィーダーラ、ノイアビツイクトバルウントガンツ、キッカー、で、2013年4月11日閲覧。ありがとうございます。